夜のトリプルスリー山田は元カノに女性を性欲の吐き口としてしか見てないと暴露されてしまう。山田は俺 M だから攻めてと言ったり、やることやるとすぐにガーガー寝てしまうということまで元カノに告白されてしまう始末だった。山田は夜の神様坂本に遊んでいる時の話はそれはやばいっしょ使えないと言われると、山田も難しい言ったらダメなことばっかすもんと漏らしてしまった。山田は遠征先で高級性サービス店なるものや高級キャバクラなどに通いまくって制覇していると報道されてしまう。山田の部屋にはトリプルスリー記念のパネルとともに巨人のマスコットジャビットが飾られていると元カノに晒されてしまう。